はい、というわけで今回は、ビッグインドティーさんにお邪魔しております。で今回は、毎年やってるガリファーバーグ期間限定の大きなメニューがまた今年も始まったので、こういうハンバーグを、いろいろ頼んで食べていきたいなと思ってます。これガリファーサラダとかもある。すごくこういうのいろいろ頼みながら美味しく今回は、ね、いただいていきたいと思います。あと今これ期間限定のデザートとかもあるので、こういうのもお腹余裕あったら食べていきたいな。はい、というわけで注文したものすべて揃いました。ガリバーステーキのトッピングのせいなもの全種類と、あとこれがガリバーディッシュのご飯もガリバー盛りができるんだって。すごいすごいよこれ、なんか重い。で、これがガリバーライス 600g あって、ガリバーサラダとびっくりいちごミルクです全部大きい。そんな感じで、まあ今日は美味しくいただいていきましょう。熱々のうちに、じゃあいただきます。チーズ2倍にしてる。いただきます。美味しい。やっぱさ、びっくりドンキーのハンバーグってさ、めちゃくちゃ美味しいよね。ちょっとこの甘みがある感じと、お肉の柔らかさと、玉ねぎもいっぱい入ってる感じ。すごくないこの量、なんかチーズも濃厚やし美味しいよ。これすごいよね。これあのみんな大好きなあれだよ、横にさついてるちっちゃいサラダ、ほらここだけ見るとさ、よく見るやつじゃん。ここら辺まで見るとすごいすごいなんか上にカリカリの中入ってる、すごくないこれ。よくない、おいしい。味はさ、あのそのまんまの美味しいあのサラダなんだけどさ、カリカリが入ってるの美味しい。カリカリめっちゃ中にも入ってる。おこのサラダさ、上のあのマヨネーズだけだと思ったらさ、下にドレッシングちゃんと入ってるの。めっちゃ混ぜないとダメかなと思ったけど、すごい贅沢。お箸でいくわ。おいしい。フリードムチのハンバーガー飲み物だよね。ついにマッシュポテトだっけ、変わったのかな。こっちにもいるし、こっちにもいるし、
最後にこのさ、下に引いてある玉ねぎがさ、ソースとか肉汁を吸ってめちゃくちゃ美味しいよね。好きな人絶対食べてもらえて、めっちゃ美味しい。おろしそいこ、肉汁たっぷりのハンバーグに合うんだよね。めちゃくちゃ美味しい。いい感じにお腹が空いてきた。これ飲んでみようかな。上にね、アイスクリームも乗ってるんだよ。濃厚なミルクに甘いアイスが乗ってて、でちょっと酸味のあるイチゴがいっぱい入ってる。めちゃくちゃ美味しい。ご飯が足りない疑惑が出てきた。お米がつくね。
レーソースとチーズソース、これもね追加でいただけるんよ。自分のセンスのなさにびっくりした。このチーズソースが、そっか、よいしょ。うん、トッピングに乗ってくるチーズ。まあ、チーズの香りが強めのガツンとした感じのチーズなんだけど、こっちのチーズはね、なんかまろやかな感じ。めちゃくちゃ美味しい。いやー、美味しかった。最後がさ、多分ラスボスやと思うよね。めっちゃボリューミーだよ、これ。なんか 400g のカリバーガーと、サラダ。お米がさ、すごい。で、ここに、ちょっと今回は、カレーソースをかけていきたいなって思う。ゴリラみたいなのが聞こえて、今の効果をね、できた。カレーライス。うん、めっちゃ美味しい。ちょっとピリ辛なんだよね、これ。ひき肉がすごいたくさん入ってる。食べづらそうに見えるけどさ、お箸の長さとちょうどいいからさ、下まで全然きれいに取れるんだよ。このカリバーサラダずっと置いといてほしいな。ディッシュのいいところってさ、ハンバーグの肉汁がさ、ご飯に直接こうしみしみになってるからさ、肉汁は絶対逃げないんだよ。米だけで食べても美味しいもん。いや、美味しい。めっちゃ変な声出しちゃった。
あ、めっちゃ美味しかった。すいません、ありがとうございます。見て、ジョッキパフェ、すごい赤くなってた。あ、なんだこれ、中になんかおるね。ん、めちゃくちゃ美味しい。モンブランもなんか甘すぎない。ちょっとしっこカフェなの忘れとって思いっきり冷たいの口の中入れちゃった。なんかクリームクリームみたいなのバニラアイスが入ってる。で、このモンブランさんの下にティラミスのなんかあれが入ってる、スポンジみたいなやつ。ん、なんかいる。私なんかこれ去年食べた気がする。なんだっけ、紅茶のゼリーみたいなの。これがさ、すごい美味しかったんだよね。あ、やっぱそうだ、紅茶ゼリーだ。この紅茶ゼリー美味しいよ。香りがすごい。めっちゃ美味しい。どうにかして今このモンブランを最後に食べれないから。うっ、めっちゃジジジジジだ。でさ、甘いものすごい好きなんだけど、甘いものをお送りするとさ、急に眠くなってくるんだよね。どうなのかな。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。なんだろうね、あの大きいだけでちょっと幸せとかまた増す感じやっぱでもガリバーバーコは美味しかったです。それもあとガリバーサラダ、これは2種サラダ好きな方ぜひ食べていただきたいし、マロンのデザートもめちゃくちゃ美味しかった。まずこよ、そうです。ちなみに今回食べ過ぎだじゃあね。